東大阪市。東大阪市は、大阪府の中ご地地域に位置する市。人口は、約50万人であり、大阪市及び、堺市の両政令指定都市に次いで、大阪府第3位の人口を要する、中核市に指定されている。大阪都市圏の中心都市に属す、東大阪市花園ラグビー場を要する、ラグビーの町として、 また技術力の高い中小企業が多数立地する、ものづくりの町として全国に知られる。大阪平野の東部に位置する。地域の大半は平坦な低地で河川の多くは天井側であり、この地形的要因から1972年、昭和47年の大東大水害では大きな被害を受けた。市東部は生駒山系の山々が連なっており、 豊富な自然が残されている。主な河川には、長瀬川、温地川、玉串川、第二根屋川などがある。地域は、両征国の河地国中部にあたる。古代にはこの一帯は、河地湾と呼ばれる大阪湾の奥にある小さな湾であったが、次第に海から分離して湖となった。その湖が、 山和川を経て上流から運ばれてくる土砂が堆積したことによって徐々に陸地化したが、こうした経緯から湿地、深田が多く、また洪水に見舞われやすい土地であった。古代には、物部市が本拠地を置いた場所であり、物部森屋の最後の地は衣ずり、木ずり、市西南部であるなど、早くから開けた地域であった。飛鳥時代には、中国大陸への玄関口であった何和津との、 街道筋にあたり街道筋には多くの集落ができた。奈良時代になると平城系とな庭図を結ぶ街道が整備され、その街道筋にも多くの集落ができた。平安時代になり、熊野参りや高野山へ、上皇や貴族が山系に訪れるようになると、その街道として、生駒山麓をたどる高野街道が利用された。この沿線にあたる市の東部には、 多くの集落が点在しており、今なお旧村として、市内に静かな佇まいを残している。平安時代には、平岡神社の勢力が大きく、それを背景とする水草氏が有力な漁師として、市東部を中心に活動した。室町時代初期、川内守護に任ぜられた畠山氏が、若江城を築き、河内を統治する拠点とした。 以後、畠山氏の守護代の湯佐氏がこの城を治めるが、応人の乱やその後も続いた、家徳争いによって衰え、城主は細川氏や、湯沢河内守る長京、三好氏など転々とする。最終的に城は、織田信長の家臣となった、三好義継の旧臣の赤い三人衆が治め、石山本願寺攻めが始まると織田方の拠点とされ、織田信長も、この城で指揮を取るなどしたが、 両者が和睦した後に廃城とされた。またこの付近は大阪夏の陣における和歌の戦いの舞台としても知られと言と味方の将、木村重成なりの終焉の地でもあることでられる。江戸時代中期以降、中神兵衛らの探案によって大和川の付け替え工事が行われると、新田開発が大阪の商人らによって積極的に推進された。また、商品作物の栽培も盛んで、 木綿の産地として名の知られた存在だった。東大阪市の中央部は長い間、北にある深野池や西にある深海地、そこに注いでいる付け替え前の大和川のために、長らく湿地帯で、東大阪市の地域で早くに開けたのは、確かにこれら大和川の流域と、高の街道沿いの地域ではあるが、開発は遅れがちであった。室町時代以降、 河内国の行政の中心であった和解城でさえ、四方を沼地に囲まれた難高不落の平城として録されている。定数は38人。2018年8月25日時点での開発構成は以下の通り。日本有数の中小企業の密集地であり、高い技術を持った零細工場が多数集まっている。2002年12月に、 東大阪宇宙開発協同組合、現宇宙開発協同組合空を設立し、人工衛星の開発を進めると世界シェアを占める企業も多い。近畿大学には小規模のものながら研究用の原子炉を保有。面積に対する工場の割合では、全国1位。工場の数も大阪市や横浜市などの、政令指定都市を除くと1位である。しかし近年は、 減少傾向であり、工場跡地に住宅が建てられるケースもある。2007年には製造品出荷額で臨時の矢押しに抜かれ、2011年のみ東大阪市が上位に返り咲いたものの、その差は広まりつつある。江戸時代には旧大和川川床などにおける木綿栽培が行われ、大阪の中心、船場に近いという地の売りがあり、 木綿を加工するための小規模な工業が発展していた。明治維新で家内的な木綿工業は一気に壊滅したが、残された技術が現在の統治を支える原動力になっていった。生産機械のための機械作りやその部品作りである。1958年、日本で初めての回転寿司店である、原禄寿司が開店した町でもある、旧布施市。 現在の近鉄不正規付金、平成22年、2010年国勢調査より前回、調査からの人口増減を見ると、0.83%減の50万9533人で、あり、増減率は、不四43市町村中26位、72行政区域中45位である。高等学校、及び相当校以上について記載する。 2012年12月現在、東大阪市内の郵便番号は以下の通り、大阪府奈良県同一に所在する乗り換え駅などをまとめると26の駅がある。比較的発展していた3市が合併して誕生した市であるので、中心的な役割を果たす駅は特定できない。上皇人員は、不正駅が最も多く、近鉄百貨店東大阪店を中心に、 商業圏が広がっている。また、JTB パブリッシングが発行する JTB 時刻表も不正駅を代表駅としている。また、旧平岡市駅では、氷炭酸駅を市東部の玄関口と見る向きもある。なお、東大阪市役所本庁の最寄り駅は、あれ、本駅である。一下のうち、大阪市高速電気軌道、中央線と、 近鉄京阪な線は一体的な運行系統となっており、東市にある長田駅を介して直通運転を行っている。高速バス一般路線、南北方向には大阪府道2号大阪中央環状線、国道170号大阪外環状線、東西方向には中央台通と呼ばれる国道308号があり、市内の大動脈となっている。しかし、 その他の道路は、東西南北すべての方向において貧弱であり、主要地報道でも狭いな道路、八尾茨城線の一部や渋滞が激しい道路、八尾平方線などもあり、路線バスの運行にも影響がある。花園ラグビー場が登場する。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。